厚生労働省がきょう公表した高知県の人口動態によりますと女性1人が生涯に産む子どもの人数を表す合計特殊出生率は去年1.30で前の年を0.06ポイント下回り過去2番目の低さとなりましたまた去年県内で生まれた子どもの数は3380人で全国最少だったおととしを341人下回り 過去最少とととななりました全国と比較すすると鳥取県に次ぐ少なさです出生と死亡の差である人口の自然増減数も8058人マイナスと過去最大の減少幅で浜田知事はこの傾向が続けば将来にわたって高知県の活力が失われかねず大変強い危機感を持っている今回の結果も踏まえ さらなる要因分析を行い取り組みを強化していくとコメントしています。